ははいこんにちはニューヨークファンクフィジオの高田です。えー、今日もですね、40代半ばから始めるエクササイズということでお届けしています。えー、本当にね、僕も今日、久しぶりに地下鉄乗ってこうマハッタンの方まで来たんですけれども、まあ、地下鉄でね、ちょっとしばらく立ちっぱなしだったんですよね、30分ぐらい。もうそっ そうするとね膝が硬くなったり股関節が硬くなったりというのを本当に感じるようになってきましたこのままだと40代50代60代そして70代80代になった時に動けなくなってくるなっていうのを実感していますなので今から始めるメインテナンス大切になってきます決して遅いいことはないです正しいやり方をちゃんとやっていけば60代でも70代でもこれからどんどん機能的な体を手に入れることができます やってみましょう今日も、ねはい、そうしましたら、えー、壁にまたゆっかかってもらいます、えーっとね。足は肩幅に、膝は軽く曲げて、えーっとね、かかとは壁から少し離れています。まあ、あの一拳ぐらいい離れています膝はでこんな感じですね。で、えー、背中はぺったり壁につけてください。まずこれができなかったらもうその時点でちょっと問題なので、えー、っと他のビデオで骨盤の動きのビデオがあるのでそこ見てください。ぺったりこあの壁に 背中をつけてます。そうしましたらですね、何をやってほしいか、今回はですね、こう左右に体がちゃんと使えてますかっていうテストをしていきます。はい、そうしましたらですね、この状態でですね、まず右側に行きましょう。膝は軽く曲げてていいです。軽く緩めてる感じですね。曲げてはないです。緩めてるだけです。かかと体重です。そうしましたら、そのままぐーっと上半身を。 右側の足の上に持ってきてください。はい、もう一回やってみます。右側の足の上に、ちょうど頭、胸、えー、が来るよおへそが並ぶように。その時に、かかとちゃんと体重乗ってますか背中はぴったりついてますか肩がね、こう横になったりとか、こう斜めにならないで、ちゃんとそのままスーっとこう。 横にずれてくることができますか。はい、これができれば OK です。はい、そんな反対側行っていきましょう。左側に今度行きます。つま先はまっすぐ向いてますよ、はい。はい、同じです。頭、胸、おへそが左足の真上に来てます。この時にかかと体重にちゃんと慣れてますか。背中はぺったり壁についてますか。はい、もう一回右側に行ってみましょう。同じです。 そのまま肩の高さがこう斜めにならないでちゃんと左右足の上におへそ、胸、頭が乗ってますかその時にかかと体重で背中ぺったりつけられてますかどうですかできますかねこれできたら OK ですもしできなかったら左右の股関節骨盤の動きができてないことになります、えー、できてなければ腰や膝 えー、そして首や肩に負担をかけてしまうのでぜひできるようになってくださいはいそうしましたら実際エクササイズやっていきましょうもしできなかったですできてる人はね、えー、特にやる必要はないと思います他のエクササイズをやって体のバランスをもっともっと良くしていきましょう、えー、っとですボールです、えー、これね大体いいこうそんな大きくなくてもいいですえー、っとね多分柔らかい方がいいですあの 例えばバスケットボールとか、えっと、ドッジボールとかだと硬くて潰せないので、えっとね、特に子供が遊ぶようなあのふわふわのボールだったら何でもいいと思います大きさはあまり気にしないですこれをですね、まず膝の間にこう挟んでほしいんですでこんな感じになりますねはい、そしたらこのまま壁です。壁に手を置いておいてください、まあ、胸の高さでいいと思いますで4日か,かっちゃったらいいですバランス大切なのでこれ ちゃんとしっかり支えておいてください、えー。そしたらですね、このまま膝を軽く曲げます。かかと体重になります。はい。えー、っとね、どっちかっていうとね、今、あの、キャットキャメルで言うと、キャメルになるような感じで、ぐーっと胸をこう、反るというか、キャットキャメルで言うと、どっちかっていうとキャメルの方ですねこう、ぐーっと背中を丸めるような感じ。この状態になりましょう。はい。そしたらですね、かかとに体重をかけながら、スキーと同じ要領で、さっきみたいにこう、 右足のかかとにグー。はい、今度左足のかかとにグー。右のかかとにグー。来て、体重を受けてみましょう。実際こう前から見るとこんな感じです。右足のかかとにグー。左足のかかくグー。右足のかかとにグー。左足の体重にグー。こんな感じですね。前から見ると。はい、これを壁によくかかってやってます。はい、これでですね。はい、右足。 はい、今度左足。はい、右足。で、必ず呼吸と合わせていきましょう。右足に乗っけたら深呼吸1回。はい、今度左足に行って、深呼吸1回。こんな感じで、これをね、10回ずつぐらい繰り返していきましょう。もし 右側の方がやりづらい、また左側の方がやりづらいということがあれば、やりづらい方法をちょっと2倍ぐらいやるの感じでやってもらえいたいと思います。えっ、ー、とね、トータルでね、言っても3分から5分ぐらいのエクササイズなので、ぜひやってみてください。